どうもトチューンチャンネルです、えー、今ね、動画を撮っているのは2020年の、えー、4月22日、時刻は午前0時20分を回ったところです、はいえー。この日はね、何かと言いますと、楽天モバイルのパートナーエリアが 2GB から 5GB まで、ね、高速データ通信の容量がアップしました。す、は、で、いえー、にね、私あの、パートナーエリアで 2ギガ使い切ったので、残り3ギガえ今日から使えるはずなのですが、実はね、ちょっと問題があります。はい。それ何かと言いますとですね、えー、っと、このね、楽天、あ、ごめんなさい、My 楽天モバイルというね、アプリ。これなんですけれども、今ちょ立ち上げますね。はい。楽天モバイル。ほら ただいま、メンテナンス中です。出てるんですね。はい。えー、なんとですね、今、あの高速デ,データ通信がね、まあ、どのようになっているのかっていうのがね、確認を取ることができない状態になっとるんですね。なので、えー、っと、まあ、実際にですね、まあ、高速通信が使え,るのどうか使えるのかどうかっていうのをね、ちょっとまあスピードチェックでね、測ってみたいと思います。まあ、いつものね、大蔵のスピードチェッカーでチェックします。はい。 ビビビ今ね。はい。はい。んはい。サーバーの検索。まあ一応ね、この楽天っていうのをね、掴んでいますけれども。スタートさあどうだ通信速度の方はほにゃらら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 ら。あれちょっとつながりにくいかな。起きたきた。あっちょっと速度が出てない。ちょっと今遅いですね。 えっと、400kbps しか出てないここ最近ね楽天モバイル調子良かったんだけど今この時間になってね通信速度が出てません上りはまあ1メが超えてますねはいいつもよりは速度が遅い感じですね アップロードはば、ま、ん、あ、ぼちぼちというところなんですけども、実はですね、今ね、現在、はい、あ、出ました。はい、ダウンロードが0.49メガ、アップロードが0.83メガとなっておりますが、今ね、実はね、この楽天モバイルの、これ、ホームページのサーバー、これ見れないんですよね、これ。なので、今ちょっとやっぱりこう見てる人がちょっと集中してるのかなというふうに思うんですけども、まあ、どちらにせよですね、えっ、ー、と、これくらいの速度であれば、 ああ高速通信にはまだなってないということですね。はい。じゃちょっとネットタイムもう一回やってみましょう。もう一回ね。はい、パチ。はい、どうだ。はい、頑張って。どんぐらいいかな。でであ、変わんないね。あちょっとだけ速くなったかな。700kbps ぐらい。はい。ほんのりちょっとだけ速くなりました。はい。まあ、基本的には、まあ、多分これは、あの、低速回線のままっていうのは間違いないですね。はい。 えー、アップロードは1メガちょっと出てるかな。うんまあ、こんな感じの速度が出ております。ということは、まあ、間違いなくねあの、高速回線ではないと、えー、いうことはまあ間違いなさそうで、えー、まだね、日付が変わって、まあ、間もない時間帯はあ、まだまだね、5ギガに動揺されていないよというところです。はいえー、でもですね、まあ、この後、まあ、おそらくね、あの本日中、ね、まあ、夜が明けたぐらいにまたね、 えー、このマイ楽天モバイルアプリもね、復活するんではないのかなというふうに思っておりますので、まあ、その時ね、どうなっているのかというところをね、うちのチャンネルでもあの動画にしていきたいと思いますので、えー、よろしければね、この機会にチャンネル登録の方もよろしくお願いします。まあ、楽天モバイルに関するね、詳しい情報は動画説明欄にリンクも貼っておきますので、えー、よろしければチェックお願いします。ということで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。